少しこう前に来ながらのですね。そうですね。はい。上にベース感じです。はい。一発目から。ドカーン。スーツアクターの高岩もワイヤーを多用したアクションに挑戦する。手数はあんまり多くなくて本当にあまり経験のないアクションだったんで、まあ、新鮮で楽しいというかしんどかったですけど、あでもきっといい映画が撮れてると思うので楽しみですね、上がりが。はい、ワイヤーを多用したアクションは動きの幅を広げ、仮面ライダーが本来持っているパワーをよりダイナミックに映像化することができる。オッケー。